エビングセの次の山下ガス石井六川のカイちゃんこれって誰のこと。さすがですけど、今日はこれって誰のことっていうゲームをします。ルールを説明させていただくと、今から誰かのことについて30秒間みんなで話し合います。それを見ている皆さんは誰のことについて話しているかっていうのを当ててください。ですので早速、全部で2問2人のことについて話し合っていくので、皆さん誰のことについて話しているか当ててください。それではどうぞ。第1問、それでは30秒間その人のことについて皆さんで話していきましょう。はい、よーいスタート。滑舌が悪い。足の長さは普通ですね。全体で決めると笑顔が可愛いね。確かに。音はどう？マスク小さめですかね。顔がでかいじゃないですか。もうこの辺なんかみんな浮かんでくるんですよ。ネタみたいな。確かに。終了。はい、さあ皆さんは誰のことについて話してて分かったでしょうか。正解の人、思い切っておきましょう。正解は、イエーイ！来たー！皆さん、思ったでしょうか？小さいって何？顔がでかいもんですね。ちょっと気になるじゃないですか、そのこと言ったら。第2問、次は誰のことについて話しているか皆さん当ててくださいね。よーいスタート。いや、この人もアウトドアじゃないですか。確かにいいかとかで言うと、そうか、そっちのイメージの方が強いかもしれない。歯磨き粉いつもオーラーツ使ってますよね。あー、そのことでミルクティーと飲んでるしかも桃味、甘い飲み物とか好きよね、意外と。あ、確かに。甘いな。ご先生なんかその人のことで何かないんですか。多分ね、かなりの負けず嫌いじゃないかな。ああ。なんか何でも一番がいいよね。確かに。こだわり感じるじゃん。確かに。この辺は強そう。気持ち強いですよね、本当。なんかもう最後まで全部確認って感じがする。確かに。終了。それでは皆さん誰の話が分かりましたでしょうか。それでは第2問目の答え、その人大きく挙手お願いします。はい、河村先生でした。俺やったっけど。皆さん分かりましたでしょうかね。今日は僕と川田さんのことについて問題したんですけど、皆さん正解できましたでしょうか。次回もね、またどういった動画になるかお楽しみにしておいてくださいね。だからコメントしてもらったら、なんかこんな動画見たいっていうのがあったら。あ、確かにね。これなんかドッキリ見たいって来てましたよ。嘘？ドッキリしてほしいっていうコメント出して欲しいかも。そんな感じで皆さんもよしよしコメントの方をお待ちしてるので、またよろしくお願いします。それでは次回の動画お楽しみに。バイバーイ。